今何時かな。15分くらいだったら終わりますね。今日も配信。さっぴさんありがとうございます。眠そう、今日も眠そうですよね。めっちゃ今日も眠いんですけど、超眠い。顔がもう眠そうだ。こんばんは。みんな何してたんですか。キュウミさん、はやちゃんさん、ありがとうございます。じゃがりこ食べてた。おもろい。のんびりしてました。今日日曜日だもんね。だって3連休のラスト日。現実。明日から1週間始まりますけど、頑張りましょう。頑張りましょうね。配信始まるの待ってました。ありがとう、待っててくれて。イエーイ。買い物？買い物ですか？いいですね。愛媛にいます。愛媛、私が行きたかった愛媛。愛媛に行きたい。食べに行きました。羨ましいです。ラーメン食べたいな。ラーメン食べたいな。最近ラーメンでも食べに行きました。醤油ラーメンです。醤油ラーメンを食べました。豚骨じゃなく醤油ラーメンを食べました。眠たい。昨日よりちょっと早いかな配信。今日昨日もうさささって寝ました。本当に最近早く寝れてる。深夜に寝ることがね、なくなりました最近。もう眠さに負けれなくなって寝ちゃいます。めっちゃ眠たい人ですね私は。花粉症の季節はね、そうですよ。でも花粉ね、飛び始めてるらしいですもんね。嫌だな。嫌だな。もうね、花粉症のお薬とかね、買いました。まだ飲み始めてないけど
なんかほら、症状が出始める前から飲み始めた方がいいって言うじゃないですか。だけど結局いつも遅いんだけどね、飲むの。ねえ、悲しい。これあと何十年花粉症に付き合っていかなければって考えると悲しい。花粉症のお薬眠くならない？え、わかんない、眠くなるのかな。なんだろう、え、花粉症の薬なんだ、なんだっけ、私何飲んでるんだっけ。この前買ったんですけど、なんかね、鼻とかの効くやつ。お薬飲んで眠たくなるっていうの、確かにあんまお薬飲まないからな。でも本当に私花粉症のそのくしゃみとかのその薬くらいしか飲まないから。え、飲むっけ。飲まないかも、薬全然飲まないです。眠くなる。でも眠くならないみたいな薬多いじゃないですか。なんかどうだろう、どうなんだろう。なんか最近さ、なんかアレルギーとかってありますかって聞かれて、あ、特にないですって言ったけど、あ、じゃあ花粉症とかもみたいな風に聞かれたんですよ。あ、花粉症ありますって言って、私は今までずっとアレルギーない人間と思って生きてきたけど、ついに花粉症というアレルギーが、そう、花粉症というアレルギーが追加されてしまったって、ちょっとがっかりしましたね。めちゃめちゃ悲しい。あ、アレルギーですか、ないですねみたいな感じで、ちょっと嬉しかったの。今までアレルギー一つもないの、すごいなんか元気って感じがしていいなみたいな、ちょっと自慢、プチ自慢だったんだけど、ついに私にも一つアレルギーっていうものができてしまったんだって思って、ちょっとショックでした。いや、だいぶショックだったかもしれない。で、アレルギー、花粉症アレルギーっていうなんかイメージというかがずっとなかったけど、そうじゃん、花粉症とアレルギーじゃんと思って、アレルギーありますかって言われて、あ、はい、花粉症ですってこれから言わないといけないんだって思うと、ちょっと悲しいです。結構悲しいです。私だけでしょうかね、ちょっと結構みんなこれはショックじゃないですか、ね、共感してくれる人は多いはず。猫とか犬とかはないと思います。でもどうなんだろう、その動物がなんだろう、猫とか犬とか怖くてあんま近づけない、触れ合うことがあんまりないので、意外と近くで触ってみたら猫アレルギーだったっていうのがあるかもしれないです。でも猫とか触んないから分かんないです。猫、実は猫アレルギーかもしれない。でもアレルギー以前に触ったりすることがないから、関わることがないからまだね。そのすごいさ、猫とか大好きなのにアレルギーなんですみたいな方とかいるじゃないですか、ね、猫触ったこと、え、猫触ったことないかもしれない。そう言われてみると、犬はさ割とあるけど、猫ってあるかな、触ったこと。なんか犬飼ってる人とかはすごい周りにいっぱいいたけど、猫触ったことないかな。アレルギー、そうなんです。
粉症、ね、一生死ぬまで付き合っていかなければならないのかな、花粉症。花粉症のお薬ってすごく高いんですよ。本当に悲しいな。これを死ぬまで何十年も買い続けなきゃいけないのかと思ってなんかちょっと損した気分になりますよね。だって24日分とかで3000円くらい私が買ってるやつはですね、すごく効くからめっちゃいいお薬なんですけど、これ花粉症じゃない人は買わない、その花粉症じゃない人はない出費じゃないですか。すごく損した気分になるなと思いますね。でもこういうのってさ、目が悪い人とかもそうだよね、よく言うけど、コンタクトとか使ってると目がいい人って本当にいいなってすごい言ってる、イメージというか言いますよね。ね、もったいないよね。まあでも、まあまあ、ね、治る人もいるって言うから希望が持ちたいけど。まあ花粉も花粉症も季節を感じれていいですよねめっちゃポジティブな考え方ですけど、いやこういうのは本当にポジティブに考えないとすごいね、どんどんあって損した気分になるじゃないですか。花粉症ということで春を感じられてとてもいいですよね。花粉症のいいところ、逆にいいところをね見つけていきたいですよね。あ、花粉症だから24日分3000円の出費が出なんかあるよみたいな考えるとよくないじゃないですか。すごく残念な気分にどんどんなっていきますから、花粉症のいいところ、メリットはあるか分かんないですけど、そうね、いいところね、ちょっとプラスに考えていくことって大事だなと思います。免疫力を上げると花粉症治る。免疫力ねなるほど、皮脂の消費量増える。うんやめて、いいこと言ってうん、そうね、花粉症の同じ花粉症の症状を持ってる方との話が合うみたいな、話題が広がる、花粉症の何々つらいですよねみたいな話題がそこで一つ増える。ほら、いいことありましたね、一つ共通点みたいな。花粉症ですか、あ、花粉症です、いやもうそろそろきついですよね、いや本当なんですよ、お薬高いですもん、うんうん、子供の頃からですかとかね、広がる、いいですよ、あるある、うんまた髪短くした、うんとね、4日前くらい、もっと前だっけくらいに切れましたね杉ですかいいですね、いいですよ、うん、そうですよ、花粉症の人、私と話が、それやっぱプラスに考えることって大事です。今日で103日目、毎日アイドルありがとうございます。じゃーん、いろんな角度の1と3というもの。
103日か。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あ、面白い。てかまだこれからなんですけどね、花粉症なんて。今年も花粉症を楽しんでいきたいと思います。そう、花粉症をね、楽しんでいくこと大事です。花粉症イコールマイナスなイメージですから、私はプラスに考えていきたいと思います。頑張ろう。15分経ったから配信終わろうかな。みんなお疲れ様でした。今週も、明日からまた1週間頑張りましょうね。よろしくお願いします。はい、寝ます。早く寝ます。ではランキングを読みますね。13位ももじさん、ありがとうございます。12位とりおえじさん、ありがとうございます。11位まさやさん、ありがとうございます。10位ひがさん、ありがとうございます。9位ぬっしーさん、ありがとうございます。8位ひでじろさん、ありがとうございます。7位かれんのぷりぷりぷんじりさん、ありがとうございます。面白い。6位たとしさん、ありがとうございます。5位あまつかぜさん、ありがとうございます。4位わさっぴさん、ありがとうございます。3位ももかんさん、ありがとうございます。2位イルカさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。